Thank you.
わけでですね、私たち8匹できました。イエイ。初めて8匹ました、はい、私もです。自分のライブでまさか着るとは思ってなかったです本当ですね。そうで、これね、最初ね、あの SE の時、登場の時は見えたかなと思って、うんうん、名前書いてるんで、何ですか、はい、後ろで、自分たちでね、こんな感じで自分の担当と名前と各自、昨日の番号書きましたね。ヤンキーじゃないよハッピーだよ、ヤンキーじゃない、ハッピーやから、ハッピーだよ、はい、はい、そうなんですよ。で、今日祭りということで、飾り付けっていうほどでもないんですけど、そうですね、ちょい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 、なんかいろいろ星とかとかね、あの、にあのキラキラのくずみたいなやつとかそう、あとあそこにうちわがね、置いてるね、後でまたじっくり見てくれたらなと思いますはい、はい、あと、まあ飾りといったらあれですね、あの、飾りというか、あの、分かる人は分かると思うんですけど、私たちの物販のところにですね、あの、でっかくハイスパークリーって書いたマークみたいなのあると思うんですよ。わかるわ、新しい、ね、あれがほんまにね、分かる人にしか分からないと思うんですよ。そう、あれ、そう、はい、ね、私たち の, あの結成して初めてやったライブの時に、はい、だけ使ったマークなんですよ。あれ2週間かけて作ったんですけど、結局初ライブしかね、登場してなかったってことで、はい、今日持ってきました。そうなんですよ。そうそうそう、てか感じで、なんかいつもとはね、うん、いつもの私たちのライブとは違う感じを今日出していこうとかなと思って、今日は来たんでね、最後までよろしくお願いします。お願いします。こんな感じでですね、はい、今ね、3曲ぶっ飛ばしてきたんで、めっちゃちょっと暑いんで、はい、あの、みんなにもここでゆったりと1曲、次の曲聴いていただきたいと思います。それでは、聴いてください、憧れトレイン。
違うスパークリーを見せていこうみたいなのを言ってたんですけど、ね、今日はね、そう、出演者さんとかもめっちゃ、ね、いろんなジャンルの人たちとかね、いて、もう盛り上げてもらって、めっちゃ盛り上げてもらって、ね、楽しかったね。もうね、はい、私らもお客さんっていうか、自分ら出ること忘れてもこの辺でわちゃわちゃしてたんですけど、はい、本当に今日はありがとうございます。ありがとうございます、あとね、いつもと違う面を見せたいなって思ってきて、今日は4番目に出演してくださったリバースさんとね、はい、なんとコラボさせていただいたんですよ、はい、私たちなんかが。もうありがとうございます。学園天国をね、はい、皆さんどうでしたか、はい、どうでした、はい、ありがとうよかった、はい、そうそうそうめっちゃあれな、みんな一つになった感じがしてよかったですね、はいはい、よかったです、そう、で、まあ、いつもと違う面を見せたいとこもあり、いろいろ、いろいろ、いろいろそのコラボもあって、うん、あとなんやろな、ハッピー、いろいろな、なんかやりたいことがいっぱいあって、私たち今日いっぱいあったんですけど、まあね、時間がちょっと足らないってことはかんだけど、ことで、ね、ちょっとな、また次回やろうかなっていう感じでね、ちょっとあれしてたんですけど、うん、今日はいっぱいもリラックさんのライブにしたくてね、はい、来たんですよ、はい、で、それでなんですけど、まあ、そんなこと言ったんですけど、まあ、時間がね、もう来てしまったわけで、そうなんですよ、立つのが本当に早い、そうそうそう、泣いてるけど、ちょっと泣いてるけど、ちょっと時間経つの早すぎて泣いてるけどね、次の曲でね、スパークリーね、最後なんですよ、実は、めっちゃ、って感じやんな、なんか急すぎてそう、後半戦っていうタイミングをミスって、もうなんか後半戦行く前に終盤戦みたいな感じになってんねんけど、そう、次な、最後の曲やねんけどな、そうなんですよ、そんな感じなんですか、ね、反応されたりはもっとやりたいねん、だってハルマだって、まあ、そう、でもね、残念ながらラスト1曲ということになってしまいましたけど、はい、ねえやな、はい、もう本当に今日はありがとうございましたありがとうございましたそれではね、ラストの曲に行きたいと思います。本当に今日はありがとうございました、はい、ハイスパークリーでした。ではラスト聴いてください、夏の君と僕二人のそばに
瞬間ね、びっくりしたでしょ、びっくりしたでしょ、みんな出た瞬間ね、まさかのパートチェンジしてるっていうね。いつもやったらほんまに一言も、ほんまに一言も喋らん、まこちゃんがね、この喋り声通り越して歌声先聞こえてくるみたいな感じのね、喋り今日のためにね、必死になって練習してきて、ね、もともとここはね、そう、今持ってる楽器をもともとやってたんですよ、はい、二人が。そうなんです。でね、まあ、はい、ここの方はただドラムが大好きな方なんで、ただ好きなだけじゃなくて、元のパートに帰りたいと思います。はい。
ですけど。くあーですけど。何か。はい、仲いいですよ。はい。アンコールありがとうございます。ありがとうございます。アンコールをいただいたということでですね、私たちじゃあ最後に本当にラストの曲、もう一曲やって終わろうと思います。はい。ラストね。あの曲なんですけど、はい、皆さんここでね今日一番の声を聞かせてほしいなと思います。はい、準備できてますか、はい、喉の準備できてます。喉いけますか、はい、いけます。喉はいけますか。はい、はい、それではいきますよ。